そうそう、あのおじさんの時来たろ、あの時来とって上がるとどっちかな、いつも二人で会ってみた。なんでここだけ前に急に撮り始めたこっちに撮るの。あんひゆうとのそのここに銀の涙が光ってた。
うん、あっちからかな、これ上がってる、うん、こっちは前に上がった、こっちはまだ上がってない、そうかいの、その日から、まあ、旅行も年取ったり枯れんのをやめろ、そうそう、はあ、俺らがギリギリと、うん、だからこれが最後、そうそう、これでいい、歩くの偉い、飲めぬお酒も飲みました。眠れぬ夜もありました。ゆうこもいないあの日から孤独な僕になりました。水が流れたんだ、やっぱり、あ、これはあの、あ、写真撮ったんだ、撮ったっ、あの、50歳って感じで撮ったこの鉄柵見て思い出した、どこが出たか分からないし、あっちをもう向こう飛んでる、雨に煙るすごいね、これだよね、酔いでした、銀座は西の裏通り、肩を濡らしてゆく僕に傘を黙って差し掛けた、長いまつげの可愛い子、レモンの匂いのするような夕子に会ったその日から、恋する僕になりました、いつも二人で会っていた、並木通りのレストラン、ある日夕子のその頬に銀の涙が光ってた、何も聞かずに別れたが、この泣いたその日から寂しい僕になりました、飲めぬお酒も飲みました、あの日から、よし、それじゃあ待っておりようか、
覚えてもねえなことしてしてそうやった隣で覚えたもんまあ正面は正面だけど肩を濡らしてゆく僕に傘を黙って差し掛けた長いまつげの可愛い子レモンの匂いのするような指子にあったその日から こいつ僕になりました いつも二人で会っていた並木通りのレストラン会う日ともその箱によしそれじゃあトイレ行くよ終わりにしようやマギ